イルカとアシカとエノスイトリーダンが共演するショー絆をお送りします。エノスイではトレーナーと言わずにトリーダーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされています。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬、その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお届けします。トリーターの気持ちでイルカに目を離し、アシカの気分で人を観察、これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキと共にゆっくりお楽しみください。皆さんの近くに泳いでいこう。今からそっちに行きます。マミ、ついてきてね。
してるよね。あの首よりも揺れるお腹が気になる。ね、僕もね、どうしてもお腹に目がいっちゃうんだけどね。いや、じゃあ今ミミコがね、ダンスのような動き見せてくれたので、ここからは本当にダンス、みんなで動き揃えていきます。じゃあ、やよい準備やぞ。オッケー、やよいよ。はい、ミミコは？ミミコもいいよ。よし、みんなでダンス、やってみよう。ミミコ行くよ。はい、行きまーす。スタートは、お尻から。はい、はい。あ、回るぞ、マリたちが回る。例えば、おー、マリンすごいよく売ってるね、いいよって声をかけたりとか、
ビッグおはようとか言ってね、このイルカたちに声をかけてるんですけど、この言葉で実際にイルカたちと話ができるわけじゃないんです。コミュニケーションを取るときには手や体を使った合図だったり、あとはね、体を触ったり目と目を合わせてコミュニケーションを取っています。じゃあまずはビッグに合図を実際に2つ出して本当に通じるのかやってみましょう。1つ目はくるくる回ってねってのを伝える合図。これはくるっともう一回1回転回るとビッグが同じように回ってくれます。もう一個はね、くるっと前に回る前方宙返りジャンプの合図。これは僕が手を横に払うとビッグがジャンプをしてくれます。じゃあビッグこっち来てくれるかな。よし、じゃあ合図を出す前にしっかり目と目を合わせよう。目と目を合わせてまずは回転、はい、回って、さあこの合図ビッグ答えてくれました。ありがとうございます。今のね、皆さんみたいに拍手してね、僕たちも褒めてあげるんです。ビッグよかった。じゃあ今度はジャンプ集中していくよ。前方宙返り、さあ助走に入ってジャンプ、すごい水しぶきはここにいるメンバーが張り切っている証拠です、ね、やる気が出てなければ一番前に座っても水しぶきは上がらないですよ。それぞれのメンバーの動きによってやる気があるのかな、楽しんでくれるのかなってことが伝わってきます。だから今日はそんな動き一つ一つにぜひ注目してください。尾びれで水しぶきを上げたり、マリン個性は答えてくれている。ただ動きはいろいろありますよ。口先使っているステージ右側ルイ、その横羽田の左右の動き、止まればビッグもすぐに変わりる、キビキビとした動きという表現がぴったりな動きね。ビッグ止まると頭、これもすごく集中してますよ。でゆっくり顔を上げたりするメンバーも時にはいます。でもあれぐらいビッグみたく動いてくれると僕らトリさんも本当に嬉しくなります。さて左側のステーラーはここからでは見えない。トモロ君何をするんだい。舌を出してねーという合図を出してます。すごく可愛いです。可愛いね。あんな風にガラス越しでもしっかりと可愛い表情を見せてくれます。ワンボイルともう3個いますけど、みんな顔に特徴あるんですよ。コミュニケーションの取り方というのは何も合図を出すだけではないです。左側ルイのビデオ、秋山が片手で持っている。さあそれを持ち上げてもルイは全然泳ごうとしない。引っ張り上げるようなことが出てきちゃう。遊びの一つで、あんな風に後ろに引っ張ってもらう感触、すごく好きなんです。では、そのルイと秋山が今日はここで練習中の技にチャレンジ。秋山がやりたいことをうまくルイに伝えられるかどうか。では、秋山くん、今日の狙いどころは？はい、今日は皆さんの方でジャンプの合図を出します。そのジャンプの合図っていうのは、お腹を水面につけてたくさん水しぶきを上げるジャンプなんですけど、それを今連続でね、この左側から右側まで練習しています。じゃあね、こっちに来れるかな。さあできたら2列目ぐらいのお客様、ぶれたくなければ何か構えといた方がいいですよ。何せわざと水しぶきを上げるように飛ぶんですからね。桜井君今ね、ルイにこっち来てって呼んだんだけど、ルイ来てくれませんでした。もう一回ルイがあそこに見ている。よし、ルイこっちまで。お、来てくれたよ。これ途中でやめてしまったり、あとは頭からね、綺麗にプールに入ると水しぶきがたくさん上がらないんで、ちゃんとね、お腹を打ちつけてるか皆さん見ててください。じゃあ桜井君やってみます。はい、やってみましょう。寝れたら暑いと僕は軽いになりますよ。いくよ。はい、ジャンプ。あれ、やんないんだ、やんないんだ、ルイ。今いけたと思ったんだけど、もう一回やってみます。いやだ、こういうリアクションわざとじゃないですからね。よし、じゃあいくよ。はい、じゃあシンプルーン
なかなかいい感じだったよ。あっちだったね、ウィ、よかったよ。あんな感じ、頭からちゃんと飛び込めば水しぶきってそう簡単には上がらないですよね。でも夏に向けて水をかけちゃうということで、わざとあんな風に飛んでるんですさあ、ビッグも水しぶきの量がもうお客様目がけてますよね。ではそんなメンバーたちにもう一度息を合わせてもらいましょう。音楽に合ったタイミングでいろんな人にタイミングよく応えてくれるかどうか。4組順番1番手ガラス越し右側のビッグと羽田からいきましょう。2番手がここにいるルイと秋山、3番手がステージ左の友野とセーラー、最後はマリンと大下。では4組順番見ていきましょう。1番ピックジャンプジャンパー、水しぶきのオマテクティ、続いてルイボトム、3番セーラーは回って、最後はマリンが後方宙返り。した動きの持ち主、ピックをもう一度皆さんに紹介です。はい、皆さん、アクリルガラス製のこの真ん中にいるとこの子がね、ピックですよ。ちょっと今ね、大丈夫かな、イルカたち喧嘩が始まりそうだったけど喧嘩しないで。さあ、ピックはね、江戸水に生まれたイルカです。2008年生まれ、今年で9歳になります。ちなみに今月の12日が9歳の誕生日になります。ぜひ覚えておいてください。で、ピックは、ありがとうございます。いつもね、お父さんとおじいさんも代々江戸水に生まれている水族館まで4世のイルカです。この4世イルカはとっても貴重で、世界で江戸水でしか生まれてません。で、最近ね、実はすごい集中してこのショーに参加をしてくれてます。前まではトリーダーの合図に答えてくれなかったりね、どっか行っちゃうことがよくある子だったんです。でも最近はあんまりそんなこともなくて、合図にも張り切って答えてくれます。それ OK、 いいよ、もう一回、いいね。この水しぶき上げるのがね、最近のピッグのマイブームです。こんなね、張り切った姿を皆さんに見てもらえると本当に嬉しくなります。ピッグ、これからもね、楽しんでこのショーに参加していこうね。さあ、常に一緒にいるときは遊んでいるような感覚、そんな感覚で合図を出せば、ここにいるメンバーも楽しみに応えてくれます。すごくいい動き、この後のピッグぜひ注目してください。では、ここからは全員で連続コンビネーション、このペアが息が合っているか見てみてください。
足は叫びます。